エビのビスクを作ります。ですが今日はエビは使いませんよ。何を使うかというとこれ、桜エビ。ピンクの桜エビを使ってエビのビスクを作ります。ミセスミキママのスーパーイデション、クッキングスター。エビのビスク全部入れて煮るだけでいいんです。まずは桜エビ、バター、じゃがいも、人参、エンドウ、玉ねぎ。野菜に軽く火が通ったら調味料を入れていきます。最初にバターで桜エビを炒めると香りのいいスープになりますよ。あとワイン、ずっと強火ですよ。トマト缶、ピンク色のビスクにするにはトマト缶を入れるんで、牛乳、そしてコンソメ、おろしニンニク、醤油、ケチャップ、お砂糖、ちょっと火を弱めました。お塩、調味料を全部入れました。そしたら煮立たせないように気をつけながら野菜が柔らかくなるまで20分ほど煮ます。めっちゃ簡単、イリュージョン。20分が経ちました。野菜が柔らかくなってます。そしたら最後に濃厚なエビのビスクに必要なのが生クリームと粉チーズです。これを入れるとお店のような美味しい濃厚なビスクになっちゃうんですよ。粉チーズ2分ほど煮たら出来上がりです。煮立てすぎないように弱火から弱めの中火で煮てください。最後にちょっとシャバシャバしてもうちょっととろみ欲しいなーっていう時ありますよね。そんな時はこれ使います。チャカオシー、この中に薄力粉を入れます。薄力粉を入れてほら粉雪みたいに振りかけるんです。そうするとダマにならないでちょうどいいとろみがつけられるんですよ。軽くとろみがついてちょうどいいとろみです。ピンク色のビスクできましたよ。盛り付けますよ。桜エビで究極のスープ、エビのビスクの完成。